ひょうどです。YouTube 今回はですね、おしゃべり大好きの未収録でございます。空港の手荷物検査というですね、エピソードですけども、いや本当に時代ももう十何年前、ですか、以上前、十何年前ぐらいかな、13、4年前、もっと前、何か前なんですけど、ほんまに今から見たら、もうほんまややこしいやつやなって自分で思います。ほんまご迷惑かけたエピソードです。はい。あと、ちょっとまあ終わってからそれ喋りますけど、今回もですね、ツアーおしゃべり大好き回っております。だいぶ半分ぐらいは回ってる感じになってきましたが、11月は、岡山も行かせていただきますし、仙台も行かせていただきますし、まだまだいろんなところ行かせていただきますんで、もしよかったらね、広島、香川、どんどん回らせていただきます。東京も行きます。よろしくお願いします。ぜひ生で見ていただきたいと思います。はい。まあ、とりあえずですね、今回のエピソード、空港の手荷物検査見てください。どうぞ。でもね、最近ね、飛行機に乗る機会が増えましてね、長崎に仕事行った時にね、8時50分発だったかな、飛行機で。その時晴れてて、単車で行ったんです、ブーンって。ほんで1時間ぐらい前に着いて、これはだいぶ、余裕あるなぁ思って、タバコ吸いに行こう思って、屋外にタバコ吸うとこあるんですよね、あそこ、空港、伊丹空港ね。わーって行って、で、火つけよう思ってやったら、パチッパチッパチッって、電子、わかります？タバコ吸う電子、わかりづらいかな。まずこれ、電子ライターパチッパチッって火つくやつ、これをやろう思ったら、もうガスないねん。しまった思って、ほんで中ゴーン開けて、銀のとこバーン開けて、ちょっとプラスマイナスいうところに、まずマイナスにこのね、軸持っていって、グイー上げながらプラスに何回か持っていくね、こうやって。ほんでプンってやったら、たまにピンってつくねん、ね、その技みたいなのが僕の中であんねん。でそれやってプンってやったら、チョリってついて、ハッってなったら消えてん。それでハッっていうので消えてん。あかん思って、またプンってやって、もうつけへん、あれつけへんわ、わあこんな時にと思って、タバコ吸うとこやから火借りよう思って、ほっと見て、一人だけおっさんがおったんですけど、ごつややこしいおっさん、銀縁のメガネかけて、銀縁のメガネさしてるんですよね、これややこしいですよ。ほんでコロコロのあれ最大限に広げて、こうやってタバコ吸ってるんですよね。確実にリラックスしてきてないんですね。これなんかおっさんとコロコロの呼吸が一瞬でも狂ったらブリンってなるような、中国雑技団的な感じでこう吸うてはるから、こんなおっさんにライター貸してってなんか言ったら10分ぐらいかかりそうで嫌や思って、もうこれええわ、もうとりあえず中でこうて、で手荷物検査場を越えて、ほんでもう中でタバコ吸おうと思って、ほんでバーって中入っていって、ほんでライターを探すのないね、ライターが。ほんでね、一回前回か前々回かカニの爪のライターでえらい目に遭ってるんです僕はね。だからちゃんと、もうそんなライターじゃない、ライター買おう思って探したんやけどね、ズボっていうのがあるんですよ、わかる？電子じゃなくてジョリっていうやつ、ジョリは嫌なんです。もうジョリは極力買わないようにしてるんです。なぜかというと、前も言うたかもしれないですけど、ジョリで三重県でずっとタバコ我慢してて、ライターないから、ほんで近鉄電車乗るときにジョリのライター買うて、ほんで中入ってやっと吸える思って、ジョリってやろう思ったらチョリってなったんです。意味わかりますかね。意思が飛ぶっていう言い方で、もうこっからグリッてなって動かなくなるんです。意志っていうのがあって、ジュッてやってプンって火がつかなくなるんですね。固まるんですよ、ジャイッて言って、あ、もうライターで言うとバク転できない感じだから、コッてなって死んでしまうんです。なんかもう、なんかうちも死ぬのっていう感じなんです。まあ赤のライターやったからね、そんな風に思って。うちも死ぬの。おばはももっぺん検品の時にプリッてやってほしかったなと思いながら、だそれから僕は電子にしてるんですけど、全然売ってないんですよね。でやっと見つけたんが、阪神タイガースって書いたお土産物ですよね、210円で売ってたから、もうこれでええか思って、でもうなんかこれで買おう思って、これのライターを買ったんです。でもそこで吸うとこないから、もうちょっともう早く手荷物検査場行こう思って、わーって行ったね。ほんならなんか開放感かなんかあったんやろね、あそこやコーヒーショップの美味しいとこ、なんちゅう名前でした、あれみんな飲むとこあれ何、もうど忘れや、スターバ、そうそう、今ドトールしか出てけへんからおっさんやスターバ、スターバがあったんやでね、浮かれてたんでしょうね、ちょっとこうスタバ入ってみようかなみたいなね、一人スタバをちょっといつも行きますよ、嫁と行くんですけど、
全部嫁に言うてもらってるんですね。で、一人で一回行ってみようと思って、わーって行って、で、何なさいましょうって言って、あのね、あれですわ、あの名前が分からへん、自分の欲しいものの、ね、で、何やったかなって、あの、美味しいやつですって言ったら、向こう、向こうは全部美味しいっていう顔になるやんか、おいし、まずくいものは売ってないからね、あの、美味しいやつでね、あの、チュッチュッってやるやつですわって言うて、もうこれ分かれへんね、名前が分かれへんね、あの結果的に言うと、あのハリウッドの、僕は俳優で覚えたんですけど、フラペチーノね、アルパチーノで覚えてるんですよ、ね、でそれが出てこないんです、書いてんねんけど何のことかが分からないんです。で、あのね、チュルチュルってなって、あのガーって食べれるやつって、あはぁ言われて、あのガリガリってなって、バニラのもう、あ、もう正解や思ったんやろ、店員さんもノリのええ感じで、フラペチーノって言って正解って言いたかったんやけど、もうノリで言うとね、でも何かわからないんです、フラペチーノが正解かどうかわからないんです、あ、わからないですね、美味しい多分フラペチーノですって言うから、あ、じゃあそれくださいって言って、ほんで僕サイズもよう分かってなかったんやけど、どうしますか、大きいやつくださいって、ほんまに大きいねんなあれあんなんでは食べたことないわ、これぐらいやったよ。で、ええってなって、値段もそらええ値段やったわ。あ、嫁はもう、あ、大きいのじゃないねや、いつも買うてんの思って。で、前は、あ、これください。もうそれでね、まあちょっとまあこれ食べながらね、空港ちょっとうろうろしよう。1時間ぐらい あるし思って、うわーって食べててん。ね、でもう、なんか痛なってくるし、まあええか思いながら、これどんだけあんねん思ってね、こう、三口食えばこうな、見るみたいなね。なんかデッサンで3回書いて見るみたいなノリなんですよ、三口食べて見るみたいな感じでみんな食べて、ほんでちょっと薬局やったからリポビタン D 飲んどこう思ってね、おっさんやからね、まあ、あれリポビタン D が一番効くって聞いてから、もうずっとリポビタン D をリポビタン D をしか飲まへんの俺、140円のやつ、青いやつな、バーン飲んで、でごちそうさまでーすって言って、でまたそれ持ってちょっと食べたら混ざってしまって、あ、しまったみたいな、でリポビタンチーノみたいになって、あ、食べて、で本屋があって、で本屋を見直うみたいな、んかこうなんかちょっと奥様来るぐらいのなんかテンションになってもうたが痛みで、あ、本屋さんやわ言うて、本を見ながらなんか面白いの出てんのかなみたいなんで見て、え、なんやしとってん、でまあこれもまあね、最後あんまり味気ないなあれな、もう最後はもうチュチュってするって食べて、もうええわ思ってバーン掘って、ほんでもうだいぶ来たぞこれは思いながら、さあそろそろね早めに手荷物検査場に行って、まあ中に入ってタバコ吸おう思って、ちょうど甘いもん食べた後やから、食べた吸いたくなる口になるから、ほんで行った瞬間に手荷物検査場が異常に人が踊るんです、めっちゃ混んでるんです、もう溢れ返ってるんですよ、え、何これ思って、今日なんかあったかいうぐらいのめっちゃ人がおるんですよ、うわーこれかなりかかるんじゃん時間思って、ほんでねパッて時計見たらね、発車は出発25分前になってるんですよ、そんな経つかみたいな、おいしいやつって言ってたの1時間なの、1時間前の僕ね、そっからリポビタン D 飲んで本屋見てもね15分も経ってないと思うんですよ、45分ぐらいあるやろ思ってたんですよ、時間感覚で言うたら、行ったらね混んでるわ25分前は、怖ー思って、この時間の進みを記憶がないだけで俺薬局の前で15分ほど鳴ってたんかね、それしか考えれないぐらいの速さなんですよ、でやっこうねやばなってきたんですよ、25分しかないのにどえらい人やから、ほんでってなってどうしようと、ほんでもうとりあえず並ばなあかんから並んだんですよ、ほんでもう早してくれへんかな思って、なんかもうちょっとずつしか進まへんわなやっぱり、で休みやったかなあの日、なんか飛行機にもやっぱりね乗り慣れてない方いらっしゃいません、おばあちゃんとかおっちゃんなんかもやっぱり分からへんからね、もうそれはしゃあないわ、ほんでもう見ててもどん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 進む、どんどん時間経つやん、もう20分切ってんねん、もうこれやばいな、もう早いかな、ほんで搭乗口見たらまた5番やん、5番やったと思うわ、ね、手荷物検査所越えて近いとこはええねん、遠いとこあるんですよ、もうなんかブーンって階段降りてブーンって言って突き当たり右にブーン折れてブーンってなるとこぐらいのとこがあるね、普通に歩いたら5分ぐらいかかるぐらいの距離のとこが5番ぐらいやね、
僕の中で間違えてるかもしれんよ。でも5番やねん。だからその辺やねん。ほんならもうそんなもんもう俺の中ではもう10ね、もう5分ぐらいしかないかな思って、ほんでね、やっと俺の番になって、ほんであの今バーコードでプンってやったらウィーンって出てくるね、あれ紙が、何番ゲートというのが出てくるんで、なんかやったらバーコードを押すようになっててね、アナ、アナ、ANA かな、ポーン、ウィーン出てくるんだ、ブイーンって出てくるようになってんねん。ほんでパーンってウィーンって上がってバッてチケット見たら矢野勝也様ってなってんねんな。矢野のチケットやったんですよ、ね、で僕のチケット矢野のとこ行ってんねん、まあ、それは構えへんやんか、別に飛行機やからタバコ吸えへんって言うたらちょっと困るけど、まあ禁煙やから別に、ああ矢野のかみたいな。ほんでね、自分の番になってカバン置いて、ほんで荷物をカゴに入れて、こうポケットのも入れて渡して、ほんでこう金属探知機のとこ通ってもならないんですね。ああならへんかった。ほんでこういつもの荷物回ってたら、その係のお姉さんがね、僕のカバン持って、あ大変恐れ入ります、こちらのお荷物お客様のお荷物ですかって言うから、あそうですけど、すいませんちょっとこちらにって言うって言うんですよ。え何何何思ってバーって言ったら、お姉さんがこのカバンがこうあったら、あのこの辺にライター入ってますよねって言うんですよ。ね、いや入ってないですよって。ライターここにカゴに阪神タイガースも入ってますやん。いやこの辺にライターが、カバンの半分ぐらいのところ、この辺にライターがね開いてありますよねって言うから、あそうかな、見てもないんですよ。いやないですよライターなんか全然、だからないからこれ買いましたよさっきって言うたら、いやあのこの辺にってだんだんこう狭まってくるんですね。でも見えてはんねやなあの人らな、もう、ね、指さしてほしかったわ。でわーって見てもないんです。 ないよないですよって言って、いやこの辺なんですねって言うから、もうそれ初めから言うて言いながら、でバーってないねんな。ほんで肩からねかけるカバン、ちっちゃいカバンを入れてたやん。ほんでそれ取って中見てもないねん。これないでしょないでしょって言って、これもないですよね、こっちもないですよね、この肩このやつもないしってひっくり返したら、ボロンって言ってジッポーライターが落ちてきたんですよ。であっと思って、あジッポーやって、あこれライターですよねって言うから、いやごめん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 なさい、これねって言って、実は地元の友達がお金を出し合ってこれを僕に買ってくれたんですと、ね、で僕1970年生まれやから1970年なんとかほにゃららって書いてるあのジッポなんですこれはと。でこれね、1週間ぐらい前に潰れたんですと。潰れたんですほんまに、あのライターのジッポライター、これ分からへんすよごめんなさいね、パカッて引いたらここに綿があって、そこにオイルを染み込ますんですね。ほんでオイルを染み込ましてパカッてやってチャリッてやったら火がつくんですけど、オイルが切れたら火がつかないんです。でオイルを入れたんです。でパンってやっても火つかないし、あのさっき言ってたこの回すとこね、もうガリってならないんです、グリってならない、うち死ぬのにはならないんです。プリ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 回るねんけど火がつかないんです。あれってなって、オイルも入れた、プル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 回る、石は飛んでない、火がつかない、あこのジッポあ潰れたと。でも大事なジッポやから掘るわけにもいかんから、修理しよう思ってそういえばここに入れてたとね。あごめんなさいごめんなさい、これです、そうです、でもねこれは今もうライターじゃないんですって言ったんですね。ライターの機能を果たしてないんで、わかります、もうこれはライターっぽい物体ですよね、現役じゃないんですこれは、元ライターですって言うたんです。わかります、この阪神タイガース、これ今プロ野球選手やったらこれ元プロ野球選手ですって説明したんですけど、もう仕事にて知ってはる、あの人はすごいですよ。いやダメです、すいません申し訳ないですけども、どちらかを、いやいやそれはおかしいと、僕ね今から長崎行きますねんとね、チケットも見てもらう、わかります、でもね僕タバコ吸いたかったけどライターがあかんかったから、こうって今このライターで中入って僕はタバコに火をつけて吸いたいがためにこのライターを買って今から吸いたいんです、これは今つかないんですね、だからライターじゃないからこれは掘れないです、じゃあこっちを自動的に掘ろうとしたら僕火がなくなってしまうからタバコ吸えないですよねと、僕210円でこれ買うたんですって言うたら、いやそれでしたらどうしましょうかねってなって、このジッポーにってものすごいなんかセールス的な人という感じで、このジッポーライターにオイルを入れてつけばこちらのライター発揮させてもらってよろしいですかって言うから、あそれやったら構わないですと、火があればいいですって、どういってほんな女の人がパー走っていきはるんです、どっか消えていくんですよ、まだかな思って、もう時計みたいな何やかんや、もう10分前です発車するね、でもうこれどないなってんねんな思って、この女の人がバージッポーオイル持って帰ってきはって、失礼しますとか言ってバーンって開けてオイルブーやりはって、でバーン閉めてシャッてやったらつけへんね、やっぱり回るけどつけへんね、つかへんでしょ、だからこれはもうライターじゃないんですね
ね、だからこれも持って行っていいですよねって言うたら、どっからともなくこれぐらい深い帽子をかぶった男の、ね、係員を二人シャーって来たんですよ。ほんで失礼しますって言って女の、ね、その人にちょっと向こう行ってきなさい、二人でこう失礼いたしますってライター拝見させていただきますって言ってパート持つんです。で、あのね、つかへんからでこう見ながらね、失礼しますって見てね回ったん、今ライター入れ、オイル入れはったやん、でもつけへん、ガーってやってるよね、回ってるでしょって言ったら、石ですかねって言うから、石じゃないと、石やったらグリってなるでしょ、なってへん、クリ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 回ってはるがなと、石違うがな、いやこれ、うん、おかしいなみたいな、もう頼むわと、もう7分前やとね、もうこれもう遅れると、僕足遅いねんと、5番やねんと、奥やねん、頼むわと、タバコ吸う時間ももうなくなってん、これでね、頼んます、もうこれやばいのって言ったら、係の人がさっきの女の人に、あ、すいません、チケット拝見いたします、遅れるように連絡してって、で矢野克也さんは遅れますという連絡が矢野克也遅れるみたいな連絡が入ってるわけですね。あ、これは矢野さんおもろいなと思いながらで、まあでもね、向こうは必死やんか、ほんでバーってやったんで、もうずっとやってバー回して、もうつけへん、おかしいな、二人喋ったんで、石じゃないですかって言うか、違うって言うの、回るやろと、ほんでね、その人失礼しますって言って、もうなんか意を決したみたいな感じでポコンってライター取って、裏ピッてこう開けたらね、これぐらいの石を僕入れてるんです、2つ、石失礼しますって言って、クリクリクリって開けてズボってやって、石プンって入れて、そのね、またこれまた戻すんですね、戻してキュッて石入れ替えて、ペッポッてやって、ガチャッブンブンってやったら、火がブッついたんです。その瞬間ね、カチャン、お気をつけていってらっしゃいませいや、普通ね、普通ね、俺やったらね、石やんっていう顔したなるよ、やっぱり石やん、自分クリクリ回れなんや、石やんって言いたい違う、お気をつけていってらっしゃいませかっこええやん、ね、もうこんなライターいりまへんみたいな話、失礼いたしました言うて、で石持って、もうまた走るやん、遅いやん走り、指もこんなんなって、俺もう走ってたやん、ぐーって一生懸命走って、で大きいカバンがここにブンって当たんねん、アホやろ、低くやってるからなんかわからん、あ、走ってブンブンなりながら走っとった、ほんならもうなんか、あのあれちゃうの、バーム、あー、カステラ入ってるのちゃうかいうぐらい大きいトランシューバー持って、女の人が向こうからこうやって走ってきやんねんね、でこっちからこんなおっさんがこうやって走ってくるんで、長崎行きの、長崎行きの、はいはいって言って、あ、走っとったら、ま、アナウンス流れんねん、ピンポンポンポン、長崎行きのお客様、兵藤大樹様、うわ呼ばれてる思ったら、あれ兵藤大樹様あってパッと見たら後ろから矢野がベルト鳴ったんやどっちにしても矢野兵藤遅れましたどうでしたでしょうか、本当にですね、本当にもう昔のことを言うてもあれですけど、もうライターは分解しないようにしてください。危ないんで絶対真似はしないでください。あんなもん絶対したらダメです。はい、すいませんでした。あと検査所の皆さんもいろいろありがとうございました。でも商品名ももうむちゃくちゃやし、もうなんかむちゃくちゃなエピソードやったけど、まあでも最後の感じ、楽しかったので今回エピソードを載せさせていただきました。本当に、もうあれ以降遅れることもなく、はい、もう早め早めの行動をしておりますんで、はい、若気の至りということで申し訳ございません。はい、皆さんもお気をつけてください。はい、ぜひですね、おしゃべり大好き、まあ今もしゃべることだいぶ変わってきましたが、まあ生で見ていただくのが一番楽しいかなと思うんで、ぜひともよろしくお願いします。今回西宮の最終公演はこれまで配信があります、はい、どうしても生で見れない方は配信もお待ちしております。散々生で見てくれてたのに、はい、まあ、とりあえず見てください。はい、今回もどうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。